なんだリデル。パンの幼稚園のお迎えに行けないの。ピッコロさんに迎えに行ってもらえないかなと思って。ご飯はどうした？今度発表する研究レポート作りで忙しいって。わかった。ありがとう。じゃあまた可愛いぬいぐるみでも買ってくるわ。なぜぬいぐるみ？ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー。子供の迎えに行けないくらい研究が大事かって聞いているんだ。今度またぬいぐるみをプレゼントしますから。いらん。いつ俺がそんなものを好きだなんて言った。